インスタ200フォロー、いくぞ。今月19日、名古屋市で開かれたイベントの一角に設置されたブース。集まったのは愛知県内の学校に通う大学生です。僕たちのこの企画を通じて、あ、なんか選挙楽しそうだなっていうふうにまずは感じてもらいたいなっていうところがありますので。彼らは同世代の若者の投票率の低さを問題視し、若者に選挙に興味を持ってもらい、投票率を上げようと活動しています。僕たち今愛知から選挙を盛り上げようっていうプロジェクトをやってまして、今日のチラシとティッシュを配ってるんです。よかったら受け取ってもらえませんか。ありがとうございます。もっともっと若い子たちが選挙行ってほしいなだったり、選挙に対するイメージで楽しくしてほしいなっていうイメージで活動してるので、よかったら今日チラシやティッシュを配るのみならず、インスタグラムなど SNS を駆使して投票に行くよう呼びかけます。投票率アップに向けた活動は他にも、お手製のプラカードやパネルを用意し、ブースに来た人の写真を撮影。あ、めっちゃいいです。最高です。ありがとうございます。インスタグラムなど SNS に写真をアップしてもらい、来場客を巻き込んで若い力で選挙を盛り上げます。選挙という言葉を使うからすごい難しくなってしまうんですが、結局は自分たちの未来のことですので、自分たちの未来のことを楽しく語っていこうよという、そこをまずはみんなに呼びかけたいなというふうに思います。一方、各地で参議院選挙の期日前投票が行われていますが、実はここの投票所バスの中なんです。これは大府市としては初となる移動式の期日前投票所。今日はこのバスに投票箱や記載台などを積んで、市営住宅の駐車場など市内2カ所を巡回しました。この期日前投票所で受付から投票用紙の交付、立ち会いなどをすべて担当するのが、大府市にある私学館大学の学生で結成された若者の投票率を上げたいのメンバーたち。学生たちが自ら市の選挙管理委員会に提案し、今回試験的に導入することになったのです。今回は若者の投票率を上げようということをメインにやりつつ、ご高齢の方とか普段こう足を運ぶことが難しい方に来ていただくのを狙いとしてやっています。狙いは高齢者など投票所に足を運ぶのが難しい人が投票を手軽にできるようにすること。実際、今日の利用者のほとんどが65歳以上の高齢者でした。今までは市役所の方行ったので、こういうのがあれば本当に助かります。私足が悪いもんで行けてないんだわ、でちょうどここ来る言ったからちょうどいいなと思って。この場所から近い投票所は5キロほど離れた大府市役所など、車が運転できない人や足が不自由な人にとってはこの距離が投票への足かせになっていたのです。一人一人の投票権っていう意味においては非常に大きいかなと思ってます。学生と一緒にやるっていうことで、選挙にこうやって事務に関わっていただくっていうことは今後の市にとっても大きいことかなというふうに思ってます。若者の投票率を上げたいは、明日からは主権者教育の一環として大府市役所の期日前投票所の立ち会い人を務めるということです。